うもハレスメンテ花輪でございます。どうもハレスメンテ DJ でござる。今回ですけど、世の中さまざまなんか基準っていうのがあるじゃないですか。今回はこれこれというのはどういう定義でしょうという、はい、その世の中のルールみたいなものを、まあ何問か問題出してもらうということで、というわけでメイキットパセボービズディフィニッション。おお、俺も一緒のこと言おうとしてた今。あ、そうなんですか。ディファインエアーズビーって言おうとしてた。最初問題です。はい、まあ世の中いろんな定義はあれども、ただ一つ基本的に押さえておくべき定義、押さえておくべき定義、1秒の定義を答えてください。ああ、これはもう基本問題すぎる。じゃあ僕からいきましょうか。はいはいはい、1秒の定義とは、はいはいはい、セシウムの放射線量の半減期。セシウムの半減期っていうのは、とりあえずこれは絶対、これは間違いない。いや、俺これと2択で迷ったって答え言っとくわ。いや、俺調べたら後悔だったんですよ。はい、マツコデラックスのウォシュレットの時間を1秒で取るっていう、これ買いだったんですよ、ほんとマツコデラックスさんは1秒でウォシュレットしてる。いや、だからほんまにあの、SI 単位系がマツコデラックス4台、ガチで。ガチない、ガチで4台。グローバルマツコ、グローバルマツコなんだいぶ攻めだなこれ。いやでも2択で迷ってるから、半分の点はあるかもしれない。じゃあ答えの方いきましょう。はい、あるぜこれマジで。あるぜ。あるぜ。答えはセシウム133の原子の規定状態の2つの超微細順位間の繊維により放射される電磁波の周期の919億2631万770倍に等しい時間です。でもさ、疑問ちゃう？その数字急に出てくるやつおらへん。多分はじめなんか決め方があったやろ、絶対それ。それだとおかしいやろ。それが答えやったら、俺のでも何倍かしたんだ。俺のでも何倍。マツコデラックスの平均ウォシュレット数の1億3000万ドルの分の1。第1位とかが1秒と定義するってできるやんかって。一応、セシウムのこれがどんな状態でも安定して同じ値を示すみたいな。でも絶対そう、1億なんなんちゃらは絶対なんか意味がある、他に。絶対意味あるな。はい、じゃあ次。はい、次行こう。いきます。視力検査。あ、はい。1.0 ってありますよね。はい、うん、あれは何が 1.0 なんですか。俺それな、ほんまに分からへんわ。はい、じゃあ僕の視力1の定義、はい、これは非常に難しいです。かなり学術的な。なるほど。僕の回答はこちら、てれん。まず眼球1ラジアンを区切ってみた時のこの面積デルタ S にかかるこの合力、合力、こう目が開いてるっていうのは逆に本来は閉じてるものを引っ張ってるって考え方。そうだから視力ってよくなんか筋肉が緩むみたいな、緩むから見えなくなるみたいなあるやん。それと一緒で、だから引っ張られることによって視力は保たれてるから、力の合力を T とした時のこの T イコール T が4.69m。 終わりました。ちなみにちなみに言っときたいのが、推しポイントとしては、はいはい、この 4.69N ってすごい意味があって、この視力なんですそれは分からんかったな。僕は多分こういうことじゃないかなと思うんですけど、こういうことです。50センチ離れたところから相手がコンタクトレンズを入れてるかどうかが分かれば1点だ結構むずいな。え、だから学校とかで視力検査年に1回とかしかないや、うん。で、俺の視力どれぐらいかなって知りたかったらクラスの友達とできるんや。あ、なるほど。クラスの友達と視力検査ができるそのやり方を提唱した初めての人物だよ俺。初めてじゃあ違うってことでしょ。じゃあ答えは、はい、答えます。で、まあ、基準としてはまず 5m 離れるんですよね。ここの角度の60分の1を1部とします。1部で、視力は1分のこの四角で、ランドル間の大きさを大きくしたりちっちゃくすることによってここの角度が下の方になったりやる。それやったらさ、その隙間を変えるだけで C 自体の大きさを変えんでよくない？なんかいつも見た感じ、上から順にどんどん小さくなっていくやん。それは掃除機を保とうと頑張ってるって感じ。頑張ってる感じですね。それやったらまだまだ落とし込めるわ。落とし込めるわ。それはそうだよ。ガリさんだじゃん。じゃあ次でラスト問題です。あ、ラスト、はい、OK です。はい、 A カップの定義を行います。 A カップ、おー、 あ、ブラジャー。おお、で、俺ガチで胸あるって話する。ガチで。ガチで、ほら、俺やばくないこれ。じゃあ後で念願さんのカップ測りますか。いや、マジマジある。嫌に A はありそうで怖いねんな。 A やった時にほんまにさ、 A ギリギリみたいな女の子からマジで苦情まで、苦情案件やと思うよ、ほんまに。今チラッとさ、花輪さんのやつ見えないけど、1分30秒前ぐらいに俺がしてた思考とほぼ一緒なの。ほんまに。はい、僕の回答いきます。はい、僕はこういう感じです。
お、これどういうことかって言ったら、これ胸があるじゃないですか。ここをまずこういう円柱形のペンで押すんですよ、乳首の部分を。こう押すとこういう形になるじゃないですか。こういう形になった時の、そういうプレーありますもん、極大値と極小値の差。これがこれが胸の T。 なるほどね。だから要は大きければ大きいほど陥没するんです。ああ確かに、当たり前の大きいで、それが大体20センチぐらい陥没で A カップ。いや、めっちゃ陥没だいぶハードルでかいな。で、30センチで B カップみたいな、まあ、これ、ここの数字はちょっと周りやけど、はいはいはい、まあ、これ、2センチと5センチにしようか。さすがに。20はちょっと、あ、えぐいね、ほんと。2センチで、2センチへこんだら A カップ。はい、じゃあ次、僕の回答いきます。でね。まず女の人を垂直にこう下ろしてくれやん。ついきりのお米一杯つぐやん、こうやって。で、そこにおっぱいをぐーっと押し上げてくれ。で、こうやってへこむやん、ちょっと。で、このへこみを高さ H とすると、で、その H が、まあ、パイセンチメートル以上だったら、まあ、まあ、A カップ以上みたいな。はい。で、さらにこう、こう右の図記になるんやん。で、さらにポボーナスボーナス点、ボーナス点じゃないやつな。こうピーンってこうおっぱいをこうやってつけるじゃないですか。で、こうやって外すじゃないですか。その時にこうおっぱいの周りについたご飯粒、はいはい、あれが多いほど一般にいいとされてる。あ、ご飯粒とのその、ね、なんていうね、相性っていう、弾力がやっぱいい、おっぱいっていうのは形もしっかりしてるから、なるほど、でこれしっかり練り込むし、はいはい、ご飯粒もつきやすい。どうでしょうか。はい、答えです。はい、胸のトップとアンダーの差が10センチだったら A とします。その後 B に行くときは 2.5 センチ、 C に行くときはプラス 2.5 センチっていう感じ。 2.5 なんで倒産するんですね。そう、そういうことです。そう、周のあれかの差がこういう数列になっているという。あー、なるほど。わかります。こんなやつ、この状態で食べてやる。倒産する。なるほど。そういうことですね。なるほど。お、お、結構差あるやん。結構差あるやん。こんだけ。これだからダブル A カップぐらい。いや、 A はないや、これじゃあ。じゃあ A はないってことやな。トップとアンダーのさ、ベンガーの5センチってこれ一番どうでもいい情報。クソほどいらん情報やな。まあよくそれ触れんな、お前。やめた方がいいやっぱり。はい、じゃあということで以上です、はい、以上でテイヤテゲーム、はい、以上でした。面白かったです。お疲れ様です。